最近街中でよく見かけるようになった AED、 皆さんはご存知でしょうか。心筋梗塞などで突然倒れた人に電気ショックを与えて蘇生させる医療器具です。ただ果たして設置された装置の数ほど活躍をしているんでしょうか。そして課題はないんでしょうか。現状を取材しました。今月14日広島市内の消防署で感謝状の贈呈式がありました。皆様方の冷静で的確な判断行動によりまして、一人のたっぷりの命を救うことができました。ことの発端は去年11月、テニスコートで倒れた61歳の男性に居合わせた人たちが応急処置を取りました。病名は心筋梗塞。男性は一命を取り留め社会復帰を果たしました。施したのは人工呼吸と心臓マッサージ。そしてポイントはこの AED でした。鼓動が止まった心臓に電気ショックを与えるのが AED です。6年前から一般の人も操作できるようになりました。倒れた男性を前に AED を操作したのはたまたまここにいた整形外科医でした。マウスとマウスで思いっきり肺に空気を吹き込んで、そのうちにAED を持ってこられてですね、 AED をボンと試したんですけども、すぐには反応しなくて、まあ、もうちょっとしばらく5分ぐらいですかね、結構長い時間やってました。でそうしているうちにふーっとこうふーっと大きな息をつかれて、まあ、蘇生されたいことで本当にびっくりしたし、本当に嬉しいというか。日本人の三大死因です。がんに次いで多いのが心疾患。身近な病気といっても過言ではありません。救急車が到着するまでの時間は全国平均で7分。一刻を争う蘇生にとって AED の出現は大きな手助けとなります。人間の体、心臓が止まって脳に血液が行かなくなってた状態で4分経つと脳死状態、AED があれば AED をすぐ依頼をして現地に持ってきてそれを使うということが大切だと思います。消防庁の調べによると AED を使用した場合、1ヶ月後の生存率はおよそ 4.5 倍に跳ね上がります。しかし倒れた人に AED を利用したケースは全体の 2% にとどまっています。広島県内での設置は県が把握しているだけで1600台、さらにその数は増え続けています。一方で昨年度 AED で電気ショックを施した例は8件でした。初めて使おうとするとやっぱりどうやったらいいのかわからないとかいうようなこともあろうかと思いますので、誰でも使えるようにですね、その使い方について周知をしていく必要があろうかと思います。患者の群れに到着してください。広島市消防局は毎月1回無料で講習会を開いています。さらに要望があれば出張講習にも応じています。設置の普及に伴い2年ほど前から年間に1万人以上が講習を受けるようになりました。心電図を解析中です。患者に触れないでください。皆さん危ないですから離れてください。AED は音声案内を備えています。指示に従い電極パッドを胸に貼れば自動的に心電図を解析、実際に電気ショックを与えるか否かを判断します。必要ないと判断するとこれも音声で伝えられます。やっぱり練習など慣れていないと難しいなと思いました。アナウンス通りにですねやっていけばもう自分も慌てることなくですねできたように思います。実際にですね役に立てるような自信はですねある程度ついたように思うんですけど。今月9日開かれた北九州市でのライブイベント、ステージでキーボードを演奏しているのは広島大学病院の貞森医師です。演奏終了後登場したのは AED。 貞森医師はあらゆる機会を利用して普及に努めます。講習会やるから皆さん来てくださいって言ってても来ないから、
皆さん集まっているところにもう僕たちが行くしかないのかなということで企画をしてみたんですね。勤務先は高度救命救急センター。生と死の狭間に立ち会う日々です。そして垣間見るのは AED で救える命がもっとあるという事実。今後も各地でイベントを開きます。知識がないからしなくていいわけじゃなくて、まあできることは皆さん覚えてもらったらね、もしかしたら助かるかも分かりません。それで社会復帰とかね、そういうことになったら、ね、それすごいですね、幸せなことだと思います。心停止に対して大きな効果が実証された AED、 しかし設置が義務付けられているわけではありません。また電源がバッテリーのためメンテナンスも欠かせません。適切なメンテナンス、部品交換等をしていただいて、いざという時に、その役立てるということにしていただきたいと思います。設置が進んでも倒れた人を目撃した一般市民が使えなければ効果を発しないのが AED です。命を助ける第一歩はあなたが講習会に足を運ぶことから始まるのかもしれません。高橋さん、一度この AED、そうですね、体験させていただいてなんとなく分かりました。やっぱり高校生以上ぐらいですかね、保健体育かなんかの授業でみんなが経験すると何人かしてればこうだったかねって言えるじゃないですか、なんかそういうふうなこう草の根運動ってまた大切じゃないかなと思いましたね。おっしゃってたように AED の講習会をすると言って人を集めるのは難しいですが、集まったところで AED の講習をするっていうのはね、確かにいい方法ですかね。ただまあ数は確かに増えてきて広島テレビのロビーにもあるんですが、本当に必要な時にすぐ近くにあるかといえばまだまだ足りないと思います ね。そういう意味ではますます注目したいです。 CM の